今日は李白の花公募仕込み純米生貯蔵酒がさっきからもうこの片口に注いで置いてあるんですが、もういい香りが濁っています。最高ですね。もうお酒の甘い香りがします。ちょっと色がついてるのかな、ちょっと黄色みがかった色をしてます。あ、うまい。超うめえ。何これ。生貯蔵酒か。すごい、あの生の香り。生酒じゃないんだよね。生貯蔵酒っていうのは、生の状態で保存したものを出荷直前に火入れをしたというのが、生貯蔵酒なんですが、これはなんか生酒の風味っていうのは残ってるね、生きてるね、味に。なんか力強い印象を受けます。そんなには甘くないけど、まあうん、甘みはないな。むしろさらっとした感じで、辛口かこれ。あ、辛口って書いてあるね、ちゃんとここにね。辛口の酒なんだね。へえ、うまいよ。俺素晴らしいね。だから最近生貯蔵酒ってでも結構いい、なんていうのかな、味がすごく生酒の味がして、そのなんていうのかな、力強い味を残しつつ、ちょっとこう火入れをした感じの、なんていうのかな、まとまり感っていうのかな、そういうものもあって飲みやすい感じのお酒っていうのは結構多いように感じますね。ああ、うまい、うまい。これうまいわ。いいですね。なんて言ったらいいんだろうね。美味しいとしか言いようがないですね。花公募仕込み、李白。純米生貯蔵酒でした。